トリフィオフィルムペルタトゥムは、ディオンコフィルム科の必植物であり、トリフィオフィルム属の唯一の種である。西アフリカの熱帯地域である、シエラレオネ、リベリアの熱帯ウリンを自生地とする。木本性ツル植物であり、ツルの長さは、およそ70メートルになる。葉は五星で単葉で、長さ3から10ミリメートルの短い傭兵がある。俗名のトライファイアフィリムは、 ギリシャ語で3種類の葉を意味する通り、トリフィオフィルムペルタトゥムは一生のうち3種類の葉を生やす。養木器では抜身系の葉をロゼット状に生やす。次に長さ7から3 0トル直径5ミリメートルほどの粘液を出す線を持つ葉を出芽し、毛線ゴケ科の毛線ゴケ属やドロソフィルムのように昆虫を捕獲し消化する。この食中性は 放射性炭素でラベルしたアミノ酸であるアラニンをこの葉に与えたところ植物体内に取り込まれたとの実験結果により証明された。この食中性の葉は低木の頃に生じ、針のある葉が作られるまでの短い期間にだけ見られる。しかし生育条件によってはこの食中性の葉が出ない場合もある。その後、ツル状の茎を長く伸ばし、長蛇円型で先端に突起があり、 二つの曲がった針のある葉を生やし、針を利用して上によじ登る。花は、長生、または脇生する週産果樹となり、多い時には40個の花がつく。両生下で放射相症、白色あるいは桃色の花びらを5枚つける。花弁は東乱型で、長さ約2センチメートルである。果実は直径10センチメートルほどで、 劣化石1から2個の種子が飛び出す。種子は直径5から12ミリメートルの円盤状で放射線状の溝がある。鶴はロープとして使われる。根は下剤になると言われるが過剰に摂取すると命の危険に関わる。リベリアでは樹皮の内側と葉を細かく砕いて臓皮病の幹部に塗ったり女性の腹板の際に湿布として用いたりする。ありがとうございます。